はい、ではね、先ほどの、まあ、100円のね、有料駐車場。なんか100メートル先にね、市営の駐車場があるらしいですよ。はい、妙義神社です。はぁ。ああ、見事な松ですね。はあ、すごい石垣。ああ、すごい。ああ、
があるんだからよ。そう、ちょっと、ゆっくり。すごい立派な杉ですね。ああ、まあ、このね急な階段を登らない人はね、こちらの脇参道というのがあって、まあ、勾配がね、まあ、急じゃないんですね。私こっち行きましょうね。じゃあここで一旦切っておきますね。はい、まあ脇参道からね、まあどうにかここまでやってきましたよ。水神社、おお、どんな神様がね祀られてるんでしょうか。あ、おたまじゃくしがいますね。すご。わかりますかね。ああ、こういった感じですね。16円のお賽銭があります。もう一踏ん張りです。こっちから行きましょうか。わあ、すごい眺め。まあ、松井田の町でしょうかね。今季節的にね、ツツジの季節でしょうか。
ちょっとここ下を見てみましょうか。すごいでしょう、きっと。おお、大でしょうね。虎の皮を敷いていますね。わかりません。下を見るとこの階段です。この階段はすごい。こちらにもね、虎の皮を敷いた誰なんでしょうね。こちらはね、青鬼くん。こちらは赤鬼くんです。青銅製のね、灯籠が、何本もありますね。おお。こちらのね、織物ですけど汚れないようにね。医師のね、寺院彫刻なのかな。でも神社だから社彫刻か。すごい。見事ですね。防犯カメラ、防災カメラ作動中です。へえ。見事ですね。竜ですね。指定重要文化財、妙義神社社殿、正殿を禁ず。すごい景色。それでは皆さんね、ここでお別れします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。